皆さん、こんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回は東京工学のフィルムカメラトップコン 35S を紹介します。トップコン 35S はレンズが固定されたレンズシャッターの連動距離系のカメラです。昔のクラシックカメラのブームの時、非常に評価が高いカメラだったらしいんですけど、手にしてみたら本当にいいカメラでした。ついているレンズがトップコールの 4.4cmF2 なんですけど、このレンズ、ライカスクリューマウント用のトップコール 5cm を元にして設計されたっていうことが言われてる、そういうレンズなんですけど、本当にすごくよく映るんですよ。じゃあまず撮影した写真写していきます。最初にいつも撮影してる河川敷で撮影したものですけど、いや本当にいい写りなんですよ。今回露出は勘で、それもあってちょっとオーバー気味のカットが多いんですけど、それにしても冬の空気みたいなものがよく写し取れてると思います。本当に撮れば撮っただけいい感じの写真が撮れてしまう、そういうカメラですね。そして距離計がちゃんと信頼できるっていうことも嬉しいです。被写体まで近寄って絞りを開き気味にして、そういう時でも距離計の通りにピント合わせたらピントが合ってるっていうのは、1950年代の国産のこういうカメラとしては本当に偉大なところです。やっぱり高級な機種は違いますね。後でファインダーの中身について触れますけど、本当にお金がかかっているファインダーで、距離計とっても合わせやすいです。次に、こちらは板橋区立郷土資料館で開催されている板橋と工学ボリューム3に行った時に道中で撮影したカットなんですけど、私が行った日はあんまり天候が良くなかったんですけど、それでもいい感じの写真が撮れました。この紅葉、もみじのカットとか、開放の時のボケの感じがよくわかると思います。本当にいいレンズを積んだカメラです。トップコン 35S ってカメラは。さて、次にメカ的なところなんですが、私のトップコン 35S はいつもの通りジャンク品を買ってきて自分で直したっていうものです。カニ目に盛大に傷がついてたり、当たりがあったり、アクセサリー集のネジがなかったので、適当な代用品が入っていたりとか、まあ見た目はすごく悪いんですけど、レンズがとっても綺麗だったので、これはいけると思ってジャンクを買ってきました。で、その時にトップカバー外したんですけど、見てください。これ分解した時に撮った動画なんですが、ファインダープリズムすごい大きいんですよ。トップコン 35S は等倍の見やすいファインダーで有名です。で、このプリズム、これを見て、なるほど、お金のかかってるファインダーってこういうことかって理解できました。もちろん距離計の調整もすごくやりやすかったです。そして1956年のカメラとしては先進的なブライトフレームのパララックス自動補正もあります。このファインダー本当にとっても見やすくて、驚くことにアイポイントからかなり離れても見えるんですよ。しかもブライトフレームの外側がすごい離れた場所まで見える、本当にオーバースペックなファインダーです。クラシックカメラ選書のトップコンカメラの歴史で、トップコンは営業力が弱かったので技術力はあるのに他のメーカーに勝てなかったということが書いてありましたけど、確かにこれは営業的なことを考えてたらできない設計だよなって思いました。巻き上げはレバー巻き上げで2回巻き上げです。これも感触がすごくいいって評判です。シャリシャリしたりカリカリしたり、そういうことが本当に一切ないんですよ、この巻き上げ。2回巻き上げってことですけど、以前このチャンネルで取り上げたネオカ 2S も2回巻き上げでした。レンズシャッターのカメラ、本来ならこういうのって2回巻き上げの方が設計上無理がないのかもしれないですね。そのネオカ 2S と同じように、レンズシャッターの横にチャージレバーが飛び出ていて、巻き上げの時にチャージされて動いてるのが見えます。ただ、このチャージレバー注意が必要で、カメラを下から支えるように持った時、一眼レフのように鏡頭を掴んでしまうように持つと指に当たっちゃうんですよ。この写真、今写してるのは、今回撮影の時、一度指が当たってシャッタースピードが遅くなっちゃう、そういうミスをしたカットです。ネオカ 2S の時はボディが軽量だったので全然ホールディング気にならなかったんですけど、このトップコン 35S は作りが良くて、その代わりボディが重いので、一眼レフみたいな下から左手でくるんじゃう、そういう持ち方をしたくなっちゃうので、ちょっとそういうミスには注意が必要だと思いました。
もう一個、これは些細な点なんですけど、ピントノブを無限遠にした時にファインダー窓の真下に来るんですね。なので気がつくとファインダー窓に指で触っちゃってて指紋の跡がついてしまいがちなんですよ。でもまあ本当にこれは些細な点で、そういう結構どうでもいいところを覗いたらかなり完成度が高い。全体的にこのトップコン 35S っていうフィルムカメラは国産のレンズシャッター機の中では名機中の名機だと思いました。評価の高いカメラっていうのがなんで評価が高いのかっていうことを実際に触ってみて理解することが今回できた気がします。というわけで東京工学のトップコン 35S について話してきました。東京工学トップコンというメーカー、今まであんまり詳しくなかったんですけど、先日板橋と工学の展覧会を見てきて、ちょうどこのカメラを修理したばっかりだったこともあって、急にトップコンもっと使いたいなと思うようになりました。同じ東京工学のプリモフレックスも手元にあるので、ぜひ積極的にトップコンのカメラ使っていきたいと思います。というわけでトップコン 35S についての紹介でした。ありがとうございました。オブスクラでした。